残りは2組になりました。それでは6組目です。6組目の残り3組で失礼しました。続いては6組目のダンシンさん登場です。大阪よりセクシーダンシンさん現る。東京には絶対負けへんで。ピンクソウ。ちょっと寄ってもらっていいですか。ありがとうございます。元気ですね。元気いっぱいです。元気いっぱい。何かもう勢いをいきなり感じますけれどもね。えこの衣装もなんかすごくないですか。はい、みんな手作りで。もう手作りでユニクロの服です。ユニクロの言わんでええねん。さあコナンさん関西出身ですよね。はい、大阪出身です。はい、はい、ということでちょっとエールお願いします。はい、出てきて速攻ユニクロっていうのがさすが関西らしいなと、はい、私もよく安い服すぐ言っちゃうんで、はい、一緒やなと思いました。はい、はい、さあそのね関西魂を、はい、この東京の代々木ど真ん中でぶつけてください。はい、はい、それでは踊ってもらいましょう。スタンバイお願いします。さあそれでは参りましょう。大阪の少女たちが色っぽくそして華やかに舞います。幼馴染によるチームピンクス、レッツダンシングソン。Underneath the city lights And you can't keep a good girl down。 さあこれはミュージカルテイストから入ってきました。中ならではのその負けん気の強さ、そしてエキサをアピールしていきます。セクシーなコスプレから10人のド派手なパフォーマンス。さあ色気を振りまいていく。足が高く上がりました。さあミュージカルサーレスクの曲に合わせて力強さと色気を表現します。幼馴染の10人組一糸乱れぬコンビネーション、そして溢れるこのパッション、進化を取るぞ A ネーションで。さあぴったりですね。ねえ、どうですか、やりきってみて。めっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい。出ました。さあもうこれいきなりね、コナンさん聞きましょう。どうでした。いやすごいですね。バク転してるのもすごいですし、なんか最初ユニクロって言ってたけど、はい、もうそれがユニクロがシャネルぐらいの。おぉシャネルに見えるって女性からもすごい憧れますね。はい、シャネルですってバレちゃいました。バレてへんわユニクロや。安全ピン見えとる安全ピン。さあケントさんいかがでしたか。はい、いや良かったです、ね。いや本当ね、いや相当練習してきてますね。しました結構ね、うん、すごいあの練習量が見えてるなって。あと日頃のやっぱトレーニングっていうか、まあ、レッスンにしろ、はい、まあ、基礎トレーニング、まあ、アイソレーションだったりいろんなトレーニングをしっかり積んで、やっぱその、まあ、積み重ねたものがすごく今日出てたと思います。あら、プロから世界一からのコメントでございます。さあそしてね、もう笑いのセンス、そして衣装も脱ぎ捨ててという見せ方、富所さんいかがでしたか。いやもう完全にハマっちゃいました。ピンクスのイベント情報が知りたいんですが、どこに行けば彼女たちに会えるんですか。いつやります。大阪に来てください。
ください。大阪に行ったら、ああ行く行く。飲み所さん、明日から大阪です。すごかった、本当に魅了されました。でも A ネーションはあの大阪でもそうですよね、ありますから。いやー、はい、本当にもう虜ですよ、僕は。ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまいただきました。盛り上がりましたね。はい、ということでもう一度大きな拍手をお願いいたします。ピンクスの皆さんでした。ありがとうございました。さて続いては